もあと1円だけ111円払ってもらうと、国の税収は 2.5 兆円約年間増えます。例えばそのお金があれば大学の無償化ができるんです。皆さんの将来ある子どもたちが、自分が本当はあの私立大学に行きたいんだけども、地元の公立大、国立大学を、公立大学を目指そうとか、あるいは本当はあそこに進学したいんだけども家から通えるところにしようとか、お兄ちゃんが大学に行ったから妹の私は親にそれを言い出せないとか、あるいは奨学金は使えたけど社会人になってから返済しないといけないとか、皆さんちょっと寂しい残念な社会だとは思わないでしょう。人生前半の社会保障と言われるこの教育の期間、今もう学生の皆さんたくさん通られますが、未来ある子どもたちが、意欲ある子どもたちが、自分たちの強い意志で私はここに進んでこんな勉強がしたい、そういう社会になると少し皆さんなんか明るい感じがしないでしょう。私はぜひそうした環境を作ってあげたい。そうした財政の面からの教育の支援ももちろんですが、働きながら子育てをしやすい環境づくり、出産前から出産、育児、そして就学、そして子育てと、生まれる前から子育てというのはずっと続いてきます。私にも2人の子供がいます。病児保育や延長保育、育児の時短制度の拡充、こうしたソフトの面での子育て支援の拡充も私たちはしっかりと後押しをしていく。今日本の子育ての予算、欧米諸国では、先進国では約 GDP の約 3% を子育てや家族への支援の予算へと振り向けられていますが、日本は OECD 諸国の中でも低く、先進諸国では 3% ですが、日本は約 1%、1.5%、 GDP 比で 1.5% 程度しか子育てや家庭への支援というのがありません。ですので私たちはこういう政策をもっと拡充すべきだ。今総裁選に出ているどなたかの方は、防衛費が今日本 5.4 兆円程度ですが、倍の10兆円程度にすべきだ。敵基地攻撃も含めて検討すべきだというお話をされてますが、私たちはまずこうした予算を、国の予算を皆さんからお預かりした税収をどのように配分するかは国会で議決されます。私たちはまず人生前半の人づくり、人生前半の社会保障と言われる、ありがとうございます、そうした子どもたちの教育の財源、ありがとうございます、こうした予算を振り向けていきたい、そのように考えてます。